音の方は慣れな気がするけど、なんか純粋になんかやりづれんだよな。音は大丈夫だと思う。遅延がなさすぎるとかなのかな。とりあえず FPS197 にしてみたけど、おかしいんだよな。このパソコンだったら FPS100 ぐらいまで落ちることは100%ないから、どんだけ高いの使ってんねんって話だもんな。多分なんか設定間違えてんだろうな。ちょっとそこらへん散歩したいな。だからあんま戦うっていうよりは、ちょっと離れた場所で操作確認したいな。ここ行ってみるか。ちょっとここでちょっと歩かせてほしい。いいのに慣れちゃうとな、ちょっと悪かった瞬間めっちゃ気になるようになっちゃうんだよな。ちょっとここで歩かせてほしい。1部隊か、まあ、1部隊ならまあまあまあ。これで196以下になったらやばいんだけど、なってるね普通に。なんでどんな動作をしても 240fps ぐらいで固定されるはずのものを使ってるのに関わらず、これはやばいな。下がる時があるのはダメだろ。スライディングも投げづらいんだよ。するんだが、気のせいだろうか。やっぱ歩くしかねえな。歩いて慣れよ。スライディングジャンプもなんかできねえんだよな。いつもの感覚でスライディングすると止まる。滑ってきた。
自作 PC ですか？とそんな感じです。いや自作似たようなものだけどなのかな。あでも自作とは言わないのかな。いやごめんなさいね、ちょっとね俺が作ったわけじゃないからあれなんだけど、多分自作なのかなこれ。普通に買ったやつ。なんですがちょっとお調子が悪いですね。うん、なんでってなる。俺がただまだその慣れてないのかこのエーペックスに。でもなんか気になってしょうがねえんだよな。特に調子が悪いのかどうなのか。敵が化け物系に強いとかそういうわけでもなさそうだしな。普段と大して変わんねえから。ってなるな。いや抜けんの早すぎだろ。格殺入れられてねえで抜けたぞ。いや絶対これさ有名人影響だよな、この死ぬ瞬間で抜けんのって。調子悪いのに強い。いや嬉しいような嬉しくないような感じの、なんか違和感しかねえ。悲しい。なんか勝てるんだけど、だから自分の感覚じゃないんですよね。なんか振り回されてる感がある。ナイスナイス。くそー、うほーってやりたい。うほーって。しかも何をどうしたらああなるんだ。マジダウンしてないのに抜けたぞ。うん、オッケー。ちょっと待ってね。うん。やばい。レバ8の当たりが。なんか殺せることに疑問がある。やばいぞ。キレレ砲弾隊やばすぎ。マジそれだよな。でも今やばかったもんな。マジダウンしそうって抜けてたもんな。強すんげ。ナイス。いや俺の性格マジやべえな。
ってなるのがまずやばいな。いや、なんかいつもと感覚違えんだよな、なんかずっと。なんなんだろう、これは強くなる前兆と言っていいのか、それとも普通に感覚がずれてんのか、どっちかなんだよな。FPS は全く落ちなくなりました。お、完璧、いいね。いやでもね、落ちないはずなんですけどね、スランプってやつ来ちゃった。ついに俺、ついに始まった、地獄だ。これがスランプか。いやそうなんだよな、なんか倒せても違和感がある、なんかね、なんか違うんだよな。いや、なんか気持ちの問題なのかもしれんな、普通に。いや、俺も陥ってしまったか、ついに。悲しい。いやでもどうなんだろう、スランプって逆にあれやっぱ強くなるのかな。昨日とか一昨日はマジで、ああでもあれかな、寝たからやっぱ成長する前兆なのかも。もうちょい頑張ろう、もうちょい頑張ろう。で、FPS 問題解決した。スランプ抜けたら、結構形状、ああ、じゃあもう抜けますよ。頑張ります。この違和感で俺は勝つ！死ねー！死ねー！死ねえ！射撃開始。ちょっと切れるぞそれ、そろそろ。くらえ！ダメだ！エネルギーもくれ。スランプ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 攻撃。さあショータイム。うまい、強すぎ味方の人、最高じゃん。でもね、味方最強だわ、来たわ。うめー、援護射撃、味方が最強だった件について。リロードします。いやマジスランプ法いくわ、スランプ法。マジ始まってます、なんか当たらない現象発生してます。でもいいね、これ以上に成長できるってことか、素晴らしい。逆にありがたいと思っておこう。
あと9体どこだろう。いや俺もうチャンピオン取れる気しかしねえんだけど。味方最強ゲーミング来た。FPS がうどん上がり下がりしてトレンド気をしちゃってたかもしれない。ああなるほどね。強いナイス。いやそれあるかもな。多分だから変な違和感があるんだろうな。うんってなっちゃうんだろうな。エイペックスのチャンピオンとなりました。それぞれ味方最強だったということでね。ナイスサンクスキャリー。いや逆な気がするけどねマジで。俺いや普通にダメージ出してるしね。俺マジでスランプ4スランプ4とか言って遊んでたからな。強すぎ。まあ音は多分大丈夫ですね。音は多分大丈夫。 FPS 上がり下がりがあまりにも多分俺気になってしょうがないと思う。で遅延が急に出たり遅延が急になくなったりっていう環境に多分適応できてないんだろうな。多分音は多分大丈夫だから直します。ということでね、見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃまたねー。